2011年ベンチの初戦で J1 リーグ開幕戦アビスパ福岡対名古屋グランパス、ここで両チームのスタッフメンバー並びに審判をご紹介します。この試合は主審笠原清樹、副審中野学、浜本雄介、第4の審判山岡亮介、 VAR 山本雄大、アシスタント VAR 野村治、以上審判によって行われます。まずは白のユニフォーム名古屋グランパス、スタッフラインナップです。背番号1ゴールキーパーランゲラック、背番号26ディフェンダーマルセ俊平、背番号4ディフェンダー中谷慎之介、背番号3ディフェンダー間宮真由一、背番号23ディフェンダー吉田裕太、背番号15ミッドフィルダー稲垣翔、背番号8ミッドフィルダー角谷陽一郎、背番号2ミッドフィルダー米本拓司、背番号16フォワードマーティウス、背番号9フォワード山崎亮吾、背番号11フォワード相馬勇気、続いてリーダーの選手です。背番号21ゴールキーパー武田陽平、背番号6ディフェンダー宮原和也、背番号14ディフェンダー木本康樹、背番号5ミッドフィルダー長澤和樹、背番号10フォワードガブリエル・シャビエル、背番号19フォワード斉藤和樹、背番号25フォワード前田直樹、そして監督は松下美智です。最新ゴールにつながるパスを届ける。
本日のアクティブコミックさんは5秒経過です。